どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、弱者の戦略ということで、えー、ナミさんの方が動画を送っていただいたんですけども、まあ、これを聞いてね、私ね、ランチスター戦略っていうのを思い出しましたね。ランチスター戦略っていうのは、まあ、あの、商売の世界で弱者と強者、大きいものと、まあ、小さいものっていうのがいるわけですよね。で、どちらにも戦略があるわけなんですよ。まあ、例えば、弱小の企業が、こう、ポンと生まれました。 そしてすでにマーケットをシェアしている大きな企業がいます。どうやって戦うんでしょうかってことですけども、いくつか方法がありまして、まずはね、あの大きな企業の一番弱いところを攻めていくって感じですよね。大きな企業の一番弱いところ、多数そこに対することの小さな企業の一番の強みってものをぶつけていくと、 画を壊すすこことととがでできるということですよ、ね、まああとは隙間ですかね大きな企業っていうのはやっぱり行動が遅くなることがありますんでスピードで買っていくとかきめ細かい差で買っていくとかね、まあ、そういったことがあります、まあ、現代に置き換えてみるとチェーン店っていうのはね確かに大きな資本力を持って大きなあ商品も扱っているしたくさんの人も扱っているすごく立派な会社だと思いますでやっぱりこうチェーン店というのはね 人材的に不足が出ても他から回すとかねそういうこともできますしうやっぱり母体がでででかいいととときることは多いと思うんですよ、まあ、しかしですね小さな企業っていうのはでもそこの地元に長い間お住まいの方がやっているこう個人商店みたいなのが多いわけですからそういった意味で言うとね、えー、まあ無理も通るようなところもあるかなとチェーン店というのは確実的な決まりに支配されていて。 そして他の地区から来た転勤した人が責任者をやっているっていう例が多いんですけどもね個人商店っていうのはもう昔からのなじみの人とか近所の何々さん誰それさんっていう形でねもう顔と顔が本当に触れ合ってる方ですからあーまあそういった地域に即したサービスが提供できるのかなってことですよねまあそういうのでやっぱりね生き残っていることもあるんじゃないかなと思いますうんなんかかこの親の親代から、 おじいちゃんの代からの馴染みだよみたいなものはねやっぱ究極的に言うと強いのかなってところがありますよねまあところでねそのチェーン店問題っていうのがこの令和の時代に入ってきてかなり出てきたんですよそれがですね昭和の中期から後期また平成に入ってチェーン店っていうのがこの地方にも押し寄せてきたわけですよねで、でチェーン店っていうのができると、 例えばまあ大きなモール型のショッピングセンターとかショッピングモールができるとその地域の商店街っていうのがまあ潰れてしまうわけなんですよねやっぱり商店街っていうのは駐車場もあまりないですし商品の数も少ないですしねそういった意味で言うと本当にこう歩いて行ける距離にある まあそんな近所の方で持っているっていうところだと思いますけども、ショッピングセンターっていうのはね、いわばレジャーランドみたいなもんで、駐車場も大きいですしね、そこに行ったら何でもそれをすごく便利で、一日楽しく過ごせるところだったりするわけですよ。まあそう考えていくと、そういったチェーン店が多くのお客さんを地域から奪ってしまうのは仕方がないのかなと思いますけども、そうやってね、地域の商店街を疲弊させた後に、チェーン店も 今撤退の流れが来てるわけですよこれから人口減少ですとか地方の過疎化なんていうことがありましてねそしてチェーン店が閉店した後っていうのは商店街をもうしらみつぶしにしてしまった後でのショッピングセンターが地域のショ商店街の役割を担っていたわけなんですけどもそのショッピングセンターも撤退となると、まあ、就職先もなくなるしショッピングセンターでお買い物をされていた方も困るし。 まあ、地域の中核を成していた施設がなくなるとそこがね本当に空洞化するわけですよねじゃあ商店街をやめた人がまたもう一回商店街をねお店をスタートさせるかっていうともう代替わりしていてそんなこともないし一回商売っていうのが断ち切れると新しい取引先を探すのとか再オープンするのはかなり困難なんですよねでなんかこう古民家カフェじゃないんですけどもそういった昔の商店街をカフェで させようみたいな動きがありますけども、まあ、カフェだけあってもしょうがないですからねそう考えていくとこれから私たちが住む地方っていうのはどんな生き残りができるのかこれは孫子の兵法でもね書いてないところに突入するのかなというふうに思うわけですよね皆さんはどのようにお感じになったでしょうかそれでは今回は以上です。